仕事と家庭の両立について 3KM という考え方を従業員に啓蒙しているという。その真意とは、 3KM っていうのは3つの K をマネジメントする。で、 K っていうのは会社の仕事が1つ、2つ目は家庭で、まあ、3つ目は個人。この3つを両立させていかなければいけない。で、これはライフワークバランスではなくて、ライフワークバランスは100を33、33、33にこう切り刻むことですけど、私が考えているのは全部150やりたいなというふうに思ってます。で、その中でも一番大事にしてもらいたいのがやっぱり家庭なんですね。で、どんな教育をしたいのか、どんな家に住みたいのか、どんな車に乗りたいのか、両親にはどんな介護をしたいのか、こういうことをちゃんと決めて、それに必要なものが稼げるような仕事を会社で作り出していこうよというふうに考えている。ですから会社の仕事もヘビーですけど、このヘビーな仕事はこの家庭の夢を実現するためですし、それは奥様と話し合ってるわけですから賛同も得られると、まあ、こんなことになってくる。で、それだけではつまらない。やっぱり個人のことも大事かと思います。僕は音楽がすごく好きなんですけど、まあ、ビートルズのコレクターとしては多分日本一じゃないかなと思うぐらいのコレクションをしてるんですけど、で、まあ、バンドも演奏してて、まあ、そういうことも大事で、その個人の自己実現もしていこうということで、その個人の夢、それから家庭の夢で、これを実現するための仕事を会社で作り出してそれをやっていこう、この 3KM っていうのをですね、社員にちゃんとやってほしいなと思って、それをまあ啓蒙しているのと、それをやっぱり会社としてもやっぱりお手伝いしなければいけませんから、だから定期的にビジョン面談っていうのをやって、まあ、社員が3年後5年後7年後どういうことを考えているのか、どんな家庭にしたいのか、どんな仕事をしたいのか、で、年収がいくらぐらい欲しいのかというようなことをですね、まあ、一人一人から聞いて、で、それを実現できるようなお手伝いを会社としてしていくと、まあ、こんなことをやってます。そういうのがこうみんなこう、まあ、集まってきてですね、力、一人一人が力をすごく発揮してくれる、そういうのの集合体としてすごいパワーになってて、まあ、会社の成長がですね、こう維持できてるんじゃないかなという気がしますね。当社は社会的な使命が非常に強い会社です。みんな使命感を持って働いてますし、実際に仕事をすると本当にお客様が涙を流して喜んでくれる仕事です。で、社長さんだけじゃなくて従業員とか、あるいは地域経済とか、そういったところにもすごくいい影響を及ぼしていく、そういう仕事ですので、その社会的使命を持って働ける仕事としてぜひご一緒していただけたらなと思います。それと同時にですね、当社の社員はみんなすごく上昇志向が強くてハングリーです。 M&A っていう仕事はある意味ハイエンドなビジネスかなと思います。いろんなものが必要です。知識も必要ですし、コミュニケーション能力も必要ですし、熱いハートも必要ですし、論理的な思考も必要です。当社が望んでる人材っていうのはウォームハートとクールヘッドですね。本当にお客様と共感して、そして一緒になって悩んで、一緒になって涙を流してあげられるようなウォームハートを持ってる。それと同時に、このディールをやることによってどんなリスクがあるのか、あるいはどんな相乗効果があるのかというのを冷静に判断して、それを企業評価に反映していったり契約書に反映していく、そういうクールヘッド、これも必要です。そういった両方を持っている人たちで非常に、上昇志向が強いハングリーな人たちが集まってますので、自己実現をしていきたい、もう一流のビジネスパーソンになっていきたい、こういう人にはですね、本当にうってつけの職場じゃないかなと思いますので、ぜひ一緒に働きましょう。